というわけで結構今日は本当一晩の時間が長いということで、まあもう皆さんもちょっと疲れたかなっていう頃かもしれないんですけど、まあうちらはまああと2曲なんで、まあサクッとまあサクッと終わればいいんですけど、まあそうですね、まあ、ちなみに彼はあの車屋さんなんですけどね、ええ、別にラーメン屋じゃありませんよ。やべ、誰も受けなかったね。まあそういうことなんで、ちょっと今、ちょっと呆然としてしまいましたけど、自分のネタで。まあそういうことで、そんな、まあ、とりあえずまあこういうのは楽しくやればいいやということで、まあとりあえずまああと2曲、なんですけど、まあうちらはそう、あのさっきも言った通り、そうもう卒業して1年も経ってしまいまして、あのなんていうんですか、やっぱりそうそうこういうライブとかっていうのができない、まあ、ライブどころか練習とかもあんまできないんで、別にそれは言い訳してるわけじゃないんですよ、ね、そういうのはできないんで、まあもしですね、これからまあこれからまず学祭シーズンとかありますよね、クレイクレイっていうか11月とかで、もしこんなバンドでもう出てほしいとかいうのがあったら言っていただけると、僕たちとしてはまあ活動の場があるかあるほど嬉しいんで、まあそういうなんつ心の広い方いましたら、うちの一応日大経済国村研究会 の、 あの石野君のところまで言ってくれれば分かると思うんで、ね、まあそういうことなんで、次の曲に行きましょう。